SCP-3936 職務に忠実であれ。オブジェクトクラス。ダウニエル。特別収容プロトコル。SCP-3936 に駐留する職員は、毎月1日に生存を報告する信号を送信します。訴求改変の恐れありとみなされたすべての情報のバックアップが SCP-3936 に保管されます。SCP-3936 のシステムに必要な修理は、現場の技術者チームが行います。SCP-3936 外部のすべての公的活動は、駐留職員によって記録されます。説明。SCP-3936 はスクラントン、ボックスに利用される技術を応用して構築された財団施設除外サイト1であり、主に機密文書を保管し、異常による訴求改変から保護するために使用されます。この技術の応用により、SCP-3936 は潜在的 CK クラス、世界再構築シナリオの影響から効果的に免れることのできる財団サイトとなります。SCP-3936 は最大100人の職員を収容することが可能です。SCP-3936 内に設置された機器を利用することで、配属職員は情報メディアの動向や政府の通信を傍受しつつ、外界の出来事を監視することができます。これらの情報は訴求的改変の重大危機にさらされていると財団が判断した情報とともに SCP-3936 のデジタルアーカイブ内にバックアップされます。SCP-3936 は現在稼働していません。ホイ3936-1-01-12-18-04 SCP-3936 からの月例報告通信が確認されませんでした。機動任務部隊ケステル12、こちらをご覧ください、が調査のため派遣されました。また、SCP-3936 に記録されていたはずの全ての情報も削除されていました。特筆事項として、SCP-3936 のカフェテリア内にシアン化物の摂取によって死亡したと思われる多数の非人間型の死体が存在していました。これらの奇妙な死体の特徴を以下に示します。およそ星型と言える全身構造。おそらく物体の操作に使用される2つの主要な体子。歩行に使用されると思われる2つの体子。胴体のような構造の上に配置される制御ノード。2次および3次の制御ノードは確認されていない。多くの基地の生物種が保有する3臓器循環系システムではなく、単一の器官による循環系システム。空洞の体内と、そこに存在する微小な筋肉。これによって全身を自由に制御していたことが示唆されている。味は通常の豚肉に似たものであるとされています。確認可能なメタレセプターの重大な欠如。コレンバチウス属の化石にのみ確認される構造の目。これらの死体の冒険及び調査が進行中です。さらに調査を進めたところ、SCP-3936 内のアーカイブにはエゼキエル、T、ジョーンズ博士と名乗る人物のメッセージのみが記録されていることが判明しました。この名前を持つ人間が財団に勤務していたという記録は存在しません。メッセージを以下に示します。我々は我々自身の封じ込めを行います。ありがとう。あなたたちがこれを知る必要はないでしょう。SCP-3936 に駐留していた職員の所在は不明です。